春ゼミが騒がしい海岸の道端に咲く蜜葉から綺麗なピンクの花が顔を出しています。茎の形状から芋片ばみと呼ばれているそうです。夜が明けて漁船も操業を始めました。今日はあるハンサムなスナメリ君のお話です。朝のミーティングに向かっているのが彼。後ほど寄るとどれだけハンサムなスナメリかがよくわかります。ミーティング会場にはさまざまなスナメリが集まっていました。多分ですが食料となる魚なんかの情報交換を行っていると思われます。しばらくしてそれが終わるとまさに三三五五それぞれの場所へと向かっていきます。ただここにいるハンサム君だけは可愛い彼女を狙って来ていたようです。あたりを伺い前の彼女に猛突進、潜っていってしまいましたが、くるっと一周回ってまた戻ってきました。まあなんといってもこの器量ですからどこにも欠点が見当たりません。こんな美しいスナメリのオスを見るのは久しぶりです。体格はいいし全長も2メートル近くあります。こうして人間の僕が見ていてもうっとりするほどの美しさです。なぜかこのドローンや金色の鳥を気に入ってしまいそばから離れなくなってしまいました。というわけで今回はこのハンサム君を通して繁殖期真っただ中のスナメリの暮らしを紹介したいと思います。泳ぎながら魚を見つけるとただ追いかけるだけではなく器用に尾を使って食べているのがわかります。これもオスとしての強みなのかもしれません。少し離れてスーパースローで見てみるとかなりの衝撃波を与えていることがわかります。だったら水面近くから真横に見たらよくわかるかもしれません。この後彼が世界で初めての映像を見せてくれることになるとは。蹴りました。おお、わかりましたか。もう一度、マイワシです。頭から真っ二つに切れているのがわかります。こんなことができるのは彼だけかもしれません。僕は初めて見ました。いなくなったかと思えば
もうドローンの真下にいます。鳥とでも思っているのでしょうか。その場から動かず、自分が食べるわけではないのです。もしも鳥への配慮だったら驚きです。しばらくは魚を見ながら、なぜ食べに行かないのか、そんな感じでしたが、決して自分で食べることはありませんでした。これも僕がハンサム君と名付けたゆえんです。ただこのあとドローンが食べるまでずっと真下をついてくるのです。どんなに移動しても無駄でした。自然の様子が見たいんだけど、求愛とか。というわけでちょっと離れてみることにしたのですが、向きを変えてきちゃうのです。まあ可愛いといえば可愛いですが、今回はそうではなくて、日常の暮らしを見てみたいのです。スピードを上げてみましたが、ものすごい速さで追いついてきます。何かを思い出したかのように沖合へと去っていきました。その間に360度カメラをつけて戻ってみると、いました。午後のミーティングに参加でしょうか。それともまた彼女を探しに来たのかもしれません。繁殖期真っただ中の求愛は、直接オスがメスにアタックをかけることが多いのです。このカップルはこれで決まりのようですね。さてと、ハンサム君はどこへ行ったんでしょう。いました。もうまた別の彼女と一緒です。いやあ、いいですね。ところが何が気に入らないのか、すぐ離れていってしまうのです。いつもはメスがこうするんですが、ハンサム君だけは逆のようです。また違うメスにアタックをかけています。左のメスはうっとりしていたようですが、水中での様子をよく見ていると、交差して離れてしまいました。またハンサム君だけが浮上です。なかなか気難しい。高い位置から見ていると猛突進。同じような大きさの3頭のスナメリです。何をしていたのかと思えば、やっぱり彼女争いでした。もちろん勝ち残ったのはハンサム君。もう後ろから彼女がついていく形です。その様子を360度カメラで撮影していました。いたのは3頭どころではなかったようです。仕事で争って
彼女を勝ち取ったようです。結構激しい争いだったんですね。そして仲良く2頭でというわけだったんですね。きっとこれで落ち着いてくれることでしょう。なんて甘かったようですね。別の妊婦さんにアタックというかアタックされています。スナメリの世界って本当に奥が深くて分かりません。自分から寄っていったメスが今度は逃げている感じです。もっとも妊娠中ですから無理もありませんが、それでもアタックをかけるのにはきっと何か理由があるんでしょうね。次から次へとアタックをかけていきます。こんな様子も360度カメラで撮影していました。360度全部見えちゃうカメラ、魔法のようです。それにしてもスナメリたちは忙しいんですね。ようやく帰りに赤クラゲを見つけました。僕の大好きなクラゲです。何かを食べている様子。近寄ろうと思って時でした。ハンサム君登場。いや参ったな、もうずっと後をつけていたようです。360度カメラは前だけではなく後ろも真下も絶えず撮影しているのです。僕はドローンで前方を見ているのでそれが分かりません。ずっと後を追いかけながら魚を取ったりいろんなことをしていたようです。何がそんなに気に入ったんでしょうかね。というわけで参考になったでしょうか。繁殖真っただ中のスナメリの生活でした。最後にまた友人からすごいものをもらっていますのでご覧ください。中央に映ってきた黒いものがこの城の大群です。まだ追われ始めてすぐのようですね。スナメリたちが次第に集まってくる様子がよくわかります。横から見ていたら波が起きているようにしか見えないんでしょうね、きっと。やっぱりこれも言葉になりません。すごい、すごすぎる光景です。僕だとどうしても中心にスナメリを持ってきてしまうのですが、しっかり上からこの城たちを追いかけています。ちょっとこの城の気分になると切ない気がしてきちゃいますが、これも自然の摂理です。
この城の数がだんだん減ってきたのもわかります。自然の中で生き残っていく、それだけで奇跡なのかもしれません。こんなことが僕らの身近に起きていること、皆さんはご存知でしたか？ではまた次回。